古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。ポッドキャストをお聞きの皆様、どうもこんにちは。習慣コンサルタントの古川です。今回はですね、本題に入る前にこの夏限定のセミナーをお知らせしたいと思います。で、私がこの長期間でやっている習慣化のマスター講座というものがあります。で、これはこう各個別の習慣をどうすると早く運動片付けっていうことだけではなくて、物の考え方、思考の習慣を変えたり、あとはその感情の習慣ということで自分のビリーフとか本質を見直していくと。で、自分はどう生きたいのかっていうことをですね、まあこうそのもの、人生の質を変えていく習慣化ということですね。そんな長期間の講座っていうのをやっています。で、特にですね、多いのが、やっぱりやりたいこととか自分の転職を見つけたいというふうな悩みを持って来られる方が非常に多いです。ですので、今回はですね、その特別に、その習慣化のマスター講座の中のエッセンスであるところのやりたいこと、転職の見つけ方ということで、そこに特化した形での、ワークを切り出した、セミナー兼、あとはその習慣化のマスター講座の説明会というのをやりたいと思います。7月の16日、7月の22日、8月の3日間限定で、2022年度中の募集というのは、まあ、今回が最後になります。詳しくは番組概要欄に、それをリンクを貼っておりますので、ぜひですね、この人生このままでいいのかと、今、自分の仕事が、嫌でだけど次じゃあ何やっていきたいのかっていうことが分からずに、まあ、もがいていると、まあ、そんな方はですね、ぜひ、来ていただくと新しい発見があるかなというふうに思います。ぜひですね、番組概要欄に貼っていますので、ご興味あればそれを見ていただければと思います。本日は6月26日開催、メルマガ読者限定イベント、コンサルから学ぶ早起きの習慣、古川武史の公開 Q&A の様子をお送りいたします。それではお聞きください。気づきが あればいいなというふうに思います。で、気づきだけが人を変えてくれるんで、気づきが1個あるだけで人の行動ってのは変わると。テクニックがいっぱいあって変わるってよりは、なんか理由とか意味とか、なんかこうそういうのがこう変わるだけで人の行動って変わるんですね。ですから、ただその気づきっていうのは人によって何を受け取るかっていうのはみんなそれぞれ違うんですね。ですから、こういうライブの中でたくさんのこう、ね、やり取りの中からいろいろこう、いろんなものをぶつけたいと思いますけども、たった一滴の気づきでいいんで、はい、何かねあればなというふうに思います。はい、それではじゃあちょっとまずは聞いてみたいと思うんですけど、皆さんなんか今日参加された目的っていうのが、それぞれあると思うんですよね。そのなぜ、まあ、これ参加されているのか、何をね知りたいと思って参加しているのか、ちょっとチャットに少し打っていただいてもよろしいでしょうか。どうしても最近ね、遅起きになってしまうとか、娘を早起きにしたいからとか、ね、いろいろあると思うんですけど、ちょっとこのなぜそもそもこれに参加してたのか、何を得たいと思ったのかっていうことですね。それをちょっとこうチャットに打っていただければと。はい、ぜひね、どんどん入れていただければと思います。二度寝がやめられない、これは多いですね。朝もやっぱりいっぱいありましたね。二度寝やめられない、ね、はい、特に冬なんかはね、なかなか、はい、朝の時間の充実感を上げるヒントを見つけたいです。自己管理力を上げたいから。まあ、自己管理力ね、早く寝れて早く起きれたら自己管理力上がりますもんね、はい、早起きしたいと思ってもサクッと起きられない、時間に余裕を持ちたい。時間に余裕を持ちたいっていうのはもうすごい多分深いところにみんなニーズあるんじゃないですか。そうですね。もう副業の準備を朝したい、夜だと眠くなるからっていう方もいらっしゃいますね。まあ、勉強とかこういう頭を使わないといけないことは多分朝やった方が夜やるより絶対生産性は3倍ぐらい高いと思いますので、多分朝やるのがすごい正解だと本当に思いますね、はい、はい。早起きだけを目的にするとモチベーションが維持できません。
多いですね。はい、そうですね。早起きの先にある目的をこう今日考えてみましょう。はい。これまでの人生、過去自分を変えたい。おー、いいですね。これ僕の得意分野ですね。そうなんですね。うん。ね、朝、だらだら二度寝してしまうのをやめたい。こう二度寝、二回目出てきましたね。ね、はい。うん。二度寝悩みは多いですよね。旦那さんが休日お昼まで寝ているので、睡眠の質を上げて家族で遊ぶ時間を増やしたい。早起きの良さを分かってもらいたい。旦那さんもね、まあでもやっぱ家族の環境って自分の睡眠と関係してくるから、切り離して考えられないっていう悩みっていうのもまたありますよね。うん。ですね。帰るの遅いから、でもそれね、ほったらかしておくわけにもいかずとかって悩んでると自分の早起きとかね、そういうふうな悩みを抱えられてる方も多いかなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。で、まあ、じゃあちょっと Q&A ということでいきたいと思うんですけども、先にちょっとこう大きなフレームといいますか、ちょっとこう全体的な、ところでいきますと、まあ人生を変えたいとかね、こう自己管理能力を上げたいからみたいなところ、あるんですが、僕はその習慣化っていうのをやっていて、一番大切にしていることっていうのは、この QOL ということで、クオリティオブライフを高めていくっていうこと、まあ、これがすごく一番の根本にあります。で、ガチガチの習慣化がしたいかっていうと、多分、まあ、人それぞれ目的はね、いろいろあると思うんですけども、人間のその人生の目的っていうのは、アリストテレスは幸せになることだと、幸福が人生の目的だっていうふうに書いてましたけど、それは多分否定がないところだと思うんですよ。みんな幸福になりたいと。そこは多分みんな同じだと思うんですよ。で、幸福に行きたいと。豊かに行きたい。幸福に行きたい。で、その幸福感を味わって生きるためにはどうすればいいのかっていうことをちょっとだけチャンクダウンしてみると、一つは一日の生活がグダグダで振り回されて、もうなんかやらなきゃいけないことだらけで自分が管理できず焦りまくって毎日ヘロヘロみたいな生活、うん、遅寝、ね、遅起き、まあいろいろあると思うんですよね。スマホ見すぎちゃった、お酒飲みすぎた、で、集中力がない、だからダラダラ残業、みたいな。もうそういうふうな生活だと、もう生活20点とか10点みたいな感じですね。だけど、それがまあ、もしも早く起きて、早く寝て、で、なんかね、悪い習慣に乱れずに、自分で主導権を持って、コントロール感を持っていけたら、自分の一日単位の生活の質っていうのが80点に上がったら、そういう毎日を1ヶ月の中で、毎日はできなくていいですよ。だけど、20日間過ごせたら、10日間はね、まあ、ダメダメだったとしても、随分と、こう、QOL って上がるんじゃないかなと思うんですね。ですからでもその解決策っていうのが、一つ習慣っていうことになるんじゃないかなと思う。で、あともう一つは人生の質を高めるということですね。で、自分の人生そのものは何がやりたいのか、どうしていきたいのかっていうことの根本ですね。で、生活の質をある程度整えられるようになると、自然とですね、自分はそもそもこの人生の時間というものが唯一無二の、たった一回の人生しかないと。その中でですね、じゃあ何がやっていきたいのかっていうふうなことを見ていく。で、それを見直していくと、そもそも生き方のパターンという習慣が変わっていくっていうようですよね。で、私がまあ根本的に目指していることっていうか、一番大切にしていることっていうのは、この皆さんの QOL を高めていく習慣化によって、この良いリズムの生活をする、良い人生を送る、そのための習慣っていうことですね。まあ、そんなことを大切にしながらやってます。ですから今日もこの文脈の中から、早起きっていうことは、実はこれをやるためには、ものすごいソリューションとしてでかいんですね。で、ただしなんですけど、じゃあ何時起きましょうと。4時半がいいんでしょうか ?3 時半がいいんでしょうか ?5 時がいいんでしょうか睡眠は何時間がいいんでしょうかっていうふうな、ことだけじゃなくて、そもそも自分の生活の質を高めていくような、睡眠リズムっていうのは、どうしたらいいのかっていうのを考えていく、まあ、きっかけになればいいかなというふうに思ってます。はい。では、じゃあ Q&A ということで、皆さんにも途中ちょっとチャットでね、もうすでに、多分たくさんの知恵があると思うんで、ちょっと聞いてみたいと思いますが。はい。はい。
では私の方で読み上げさせていただきます。本当に今回ね、たくさんの方からご質問いただいて、参加者さんの3分の2の方からご質問いただいてます。できる限りたくさんお答えしていただけるということでしたので、どんどん行きたいと思います。よろしくお願いします。早起き習慣のコツを一つだけ挙げるとしたら何でしょうか？睡眠の質は関係ありますか？ある場合、古川さんがされている睡眠の質を良くするためにおすすめのことがあれば教えてください。現在は7時起きです。例えば、5時起きの習慣を身につけたいとしたら、6時起きの習慣を身につけてから5時起きを目指すやり方は効果的でしょうか？各瞑想を続けてもやもや、心のもやもやが改善されています。ありがとうございます。ということです。はい、ありがとうございます。では、じゃあ、いくつもの質問の中で重複することもたくさんあると思いますけども、なるべくいろんなアングルからお答えしたいと思うんですけど、早起きの習慣化のコツを一つだけ挙げるとしたら何でしょうかと。いい質問ですね。以前であれば、早起きではなくて、早寝をセンターピンにしましょうということは私はよく伝えて、いましたというか、今でもそれは技術的には重要だと思います。つまり、早起きが失敗するパターンというのは、寝る時間を変えずに起きる時間だけ変えようとすると、しわ寄せとして睡眠不足になると。で、睡眠不足になると、結果的には朝、起きようと思っても、やっぱり人間の体っていうのは上手にできていてですね、我々の本能っていうのは、脳っていうのは、生存を保つためなら、もう意図とか意志なんてぶっ壊してでも、ちゃんと寝かせるようにできてるんですよね。だから、体が睡眠足りてないよと、ちゃんと、ね、もっと寝ないとダメだよってなったら、強制終了できるようになってると。もっとその体の動物的なものを、に沿った形でやるっていうことが非常に重要だと思うんです。だって、例えば本を読むのを忘れてたとか、なんだろうな、運動するのを忘れてたっていう人はいるかもしれませんけど、寝るのを忘れてたっていう人いないじゃないですか、基本的には。あ、しまった。昨日寝るの忘れてたっていう人いないですよね。昨日ご飯食べるの忘れてたみたいな人いないですよね。意図的に抜いたかは別としても。ね。絶対に脳は命令してくれるんですよね。で、それはなぜかというと生存を保つため。で、それは非常に欲求として埋まってるっていうか、我々にそれを行動させてくれるんですね。だから習慣としてさせてくれる原動力とか欲求っていうのは、生存を保つっていうことそのものに脳がポイントがあるんで、だから、その早起きしたいっていうのは合理的な理由としていろいろあるんですけれども、睡眠ということと睡眠のクオリティっていうことを非常に重視して、十分な睡眠を自分に与える、睡眠の質を与えるっていうことですね。そこをこう重視しないと、起きる時間だけ、コントロールしようと思ってもなかなか難しいということはある。ですから、まあ、一つと答えるならば、早寝の時間、早寝っていうことで、寝る時間のセンターピンを決めましょうということを、私だったら、以前だったらよくお伝えしてたかなと思います。ただ、今日はですね、ちょっとこう、ね、同じことを説明してもしょうがないかなと思ったんで、もう一つですね、こう考えてたのは、これです。理由ですね。はい、理由。で、僕はこれがもう一番、なんか重要だなと思っていて、なんでそもそもそれした方がいいのかっていうことの理由ですね。で、しかもそれは頭で考える理由だけじゃなくて、もう心も腹も全部で納得している理由っていうものがあると、人間やるんですね。例えば一番わかりやすい例が、例えばそうだな、瞑想っていうことをやってますという人っていうのは、二通りに分かれるんですね。ただ、要するに、静かにする瞑想ですね。で、一つ目のパターンは、瞑想はやってもね、続かないんですと。どうやったら眠くなっちゃうし、もう体もね、しんどいし、で、瞑想をね、こうやった方がいいと思ってやるんだけど、なかなかね、そういう気分になれませんっていうふうな感じで、瞑想の習慣をしたいんだけど、できませんっていうふうに言ってる人。もう一人は、瞑想はやらないと気持ち悪いと。やらないと、なんかね、すごい心が整った感じにならないからやってますっていう人と、二通りいるんですね。で、同じ体験をしたとしても、瞑想がめちゃくちゃ気持ちよかった人っていうのは、その以降できない日があったとしても、やりたくなるんですね。なぜかというと、めちゃくちゃ快感を味わってるから、
それがもたらすクオリティオブライフに与える影響ってのがすごいでかいっていうことが腹で分かってる。もう体で分かってる人は、やっぱね、やるんですよね。で、それをやってみたけど、全然体の感覚とか心の感覚で、なんかね、しっくりきてない人はやらないです。そしてやらなくていいと思います。だから、瞑想が絶対にいいっていうことではなくて、自分にとって心地よい生活の質を保てるようなことをやっていくっていうことがすごく重要。で、理由が腹落ちさえしてれば、できない日があったとしても、また取り戻そうっていう感じになるわけですね。だけど、早起きしなきゃいけない、しなきゃいけない、しなきゃいけないっていう、この一辺倒でずっと来てる人っていうのは、なかなかね、その理由を腹落ちさせる前に、5時に起きなければいけない、起きようと思っている。だけど、二度寝してしまう、っていうふうなところのループから、なかなか抜けられないんですよね。で、それそれでやった方がいいことあるんですけど、やっぱり、僕だったら理由みたいなことですね。で、じゃあ理由っていうことでどんなことがあるかっていうと、私がしている理由っていうのは、これです。さっきのちょうどね、セミナーでも書いたんですけど、僕が早寝をする理由、一つは睡眠の質ってこう書いたんですね。自分のクオリティオブライフを高めてくれるのに、私はですけど、寝れたって感覚があるときは、もうめちゃくちゃ豊かなんですね。で、とにかくもう誰が何と言おうと、睡眠不足と引き換えになんか、お金払ってでも睡眠不足は引き受けたくない って思ってます。だから僕の人生において、もちろん僕は自分のね、生活、人生そのものを、まあ自分で独立してやってますから、コントロールできるってことありますけど、もし会社を辞めて一番豊かになったことがもし一個あるとすると、自由があるわけですが、睡眠にかけられるっていうこと、つまりその目覚ましによって起きなきゃいけないみたいなことをなくせる生活っていうのが一番大きかったんですね。なので、僕だったらまあ一つは睡眠の質ってあげました。なので、とにかく睡眠が取れたっていう感覚があるっていうこと、僕はそれがすごく重要なんで、そのためには早く寝始めることなんですね。で、遅寝すると自動的にでも家族が起きてたりとか、してたりとか、で、起きなきゃいけないこともいっぱい出てきますよね。で、そうすると、起きなきゃいけないことに起こされて、お遅寝をすると、睡眠の質が悪くなるんです。で、睡眠の質が悪いと、起きてる間中の気分が、ね、寝れまくった時に比べて、圧倒的に低いです。で、なんかね、なんかもう、錆びたロボットっていうか、ね、こうガチ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 、ギチ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 したような感じ。気分も、ね、なんか、沈む、なんかあんま良くないし、ね、なんかこう、コーヒー飲んで体を起こさないといけないみたいなことを、しきりにやらないといけないわけですけど、そんなことしなくてもいいのは、もう寝れまくった時ですね。だから、僕は早寝をする理由っていうのは、結果、睡眠量が取れるっていうのと、睡眠の質も高まるんですね。だから、睡眠の質が欲しいっていうのが、僕にとってのクオリティオブライフを1個高める。これは人生の中に絶対欲しいものなんですね。だから習慣置いといて、これめっちゃ欲しいですと。で、二つ目なんですけど、クリエイティブタイム、本って書いてあるんですけど、私の生活の中において、クリエイティブになれる時間っていうのは、ものすごい自分の人生のクオリティを高めてくれる。で、じゃあそのクリエイティブになれる時間っていうのはいつなのかっていうと、やっぱね、朝の静かな時間に、本を書くっていうことそのものが、もたらすそのクリエイティブタイムの充実感って言ったらないんですよね。もう本当に朝7時ぐらいからこう集中してわーっと書いてる時ってものすごいアイデア出てくるんですよ。で、そうか、あ、これもあったみたいなのをもりもりもり書いてる時のこの豊かさと言ったらないわけですね。で、それっていうのはやっぱり朝から集中タイムが取れてるっていう感じ。朝からの没頭感です。これ夜だと無理なんですね。だからこれ、僕は朝です。あとはやっぱりね、規律とかコントロール感が欲しいっていう。自分の生活をコントロールしてデザインしてるっていう感覚。これポジティブ心理学の中でも、生活の主導権とかね、こう、どれだけ自分で意図して生活ができてるかっていうことが幸福の50%を握るって言われてますけど、コントロール感が欲しいんですね。で、それっていうのは、
やっぱり結局寝る時間のコントロールができると、結果的には全体がうまく。私はこの3つの理由を書き出したときに、QOL を高めてくれる3つの要素ってのはこれなんですけど、これに対するソリューションは早寝なんです。だから、あ、早寝だなと。もうこれがね、めちゃくちゃ腹落ちしてるんで、今は、子供と、一緒に寝ると。で、子供はもともともうね、まだ、6歳とか2歳とかなんで、どうせ早寝なんで、強引に早寝で一緒に寝るということですけど、でもね、子供寝かつけなきゃいけないから、早く寝なきゃいけないってことじゃなくて、僕にとってこの理由が、もう、これを回すことは早寝しかないと。いうふうに思ってるんで、この理由がめちゃくちゃはっきりすると、なんかね、早く寝しなきゃいけないとか、早起きしなきゃいけないじゃなくて、したいんです。欲しいのは早寝早起きじゃないです。これなんです。これが欲しい。だから、理由って言ってるのはそれで、そのことによって何を得たいのか、自分はどんな気持ちになれるのか、自分の生活のクオリティってのはどう上がるのか、また朝自分の自由な、例えば1時間とか90分っていう集中の自分だけのコントロールの時間でなんか勉強したいってあるかもしれません。その勉強したら、それを続けていったらどんな未来が手に入るのかっていう、その理由とワクワクがやっぱりあると、非常に起きやすくなるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。もちろんそこに技術論はあった方がいいんですよ。ただけし、技術論だけで脳にプログラミングしていけば、ね、基本的にはリズムが変われば絶対習慣化するんだと。無意識化なんだということだけじゃないということですよね。ですから、なぜそれをしたいのかっていうことの理由が頭じゃなくて腹と、心と腹と頭でも全部がもうめちゃくちゃ納得してると。で、さっき言ったような瞑想がもうすごい平和と静けさをもたらすっていうことがバチーンとたった一回です。インパクトを持って腹落ちした人は、これまた味わいたいって、もう病みつきになってくるんですよ。中毒のような。だから中毒のようになるような、没頭できるようなね、ことっていうのは習慣化しやすいんです。なんか無意識化か習慣、あ、中毒化っていうふうに習慣化のね、原動力をよく呼んでますけども、中毒になると。で、僕だったら、この生活の質が味わえる中毒は、一日過ごした後のクオリティは全然違うんですよね。もう、だから、これを味わいたいと、再現したいと。どうやったら再現できるのかっていうと、早寝なんです。で、ここでポイント言ってるのは、早起きって言ってないんですね。僕にとって、早寝は目的ではあるけど、早起きは大した目的じゃないんです。なぜかっていうと、その時によって欲しい睡眠って違うんですよ。量も違うんですね。だから、その体が求める、やっぱ睡眠量とか睡眠の質でもって目覚ましに起こされない。だから、自分がこう起きようと思って、万全に寝たらーってともにですね、軽い形で起きれる時間に起きる。だから、あんまり実は定めてないんですね。で、定めてないと。ただし、寝る時間をコントロールします。で、ここに起きる。で、そうすると、この時間が取れて、この時間が取れるという感じですね。これが苦しくないんです。一番。ねばならぬっていう、でもできないがあるわけじゃないですか。こうしたい。5時を起きなきゃいけない。でも寝で二度寝してしまってできない。でもしたい。でもできない。っていうことじゃなくて、それをめっちゃしたいと。できてないけど最近。最近できてないけど、それできたらめちゃくちゃ豊かになるんだよねっていうことが分かってればいいというですね。行動ルールだけをね、こう自分にしつけようとするのは、すごく無理があるんですね。だから僕は行動の習慣っていうのは感情がくっついてってるものっていうのは、ものすごいスパイラルで回ると思います。続ける習慣っていう本を書いた時に、ある人がですね、書評してて、この技術は3ヶ月を続けさせることはできるけど、3年続けさせることはできないって、こうネガティブなコメントを書かれたことがあって、僕最初それ見た時すごいちょっとイラッとしたんだけど、だけど、あ、その通りだと思ったんですよ。技術で3ヶ月続けさせることはできるんですが、3年続けるっていうのはまた別の問題。で、3年続ける別の問題は何かって言ったら、それは感情なんですよ。もうこれできたら爽快なんだと。もうめちゃくちゃ気持ちよくて、充足感があるんだっていうことが腹で分かってると、一時的にできないことはありますよ。繁忙期があったりとか、いろんなことできない時があっていいんですけど、
またそこに戻りたい。あの時のあのまた感覚をっていう、もうそれがあるんですね。で、そこのアングルに乗せた方が、僕はやっぱり苦しくなくていいんじゃないかなと思いますね。うん。っていう感じですかね。なんかね、分裂が起きるんですよね。こうしなきゃいけない。でもできない。できない自分はダメだ。みたいな、なんか苦しみの中に、こう、ゾーンの中に入っていくと、自己嫌悪感と、早起き、ね、早寝できないみたいなことになってくるわけですが、それはすごく重要で、うん、というところですかね。はい。まあ、一問目でこんだけ時間使ってるとね、時間なくなるわけですが、あともう一個だけでも言っとくと、早起きできるようになった人の最大の理由の中で、僕サロンの中で聞いててなるほどなと思ったのは、今までは夜更かしをして、夜のどうしてもワインと映画を見たりとか、ネットフリックスを見る時間をやめれなかったと。なぜならば夜に楽しみがなかったら、もうね、その人生楽しくないだろうと思ってたということだったんですね。ところが、サロンに入って朝活をやるようになって、で、変わったのは、朝に、その方は、こう自分のね、YouTube で撮ったやつを編集したりとかするということをやってるんですけど、自分のやりたいことが見つかったんですね。で、自分のやりたいことのために、朝早く起きて、その時間を取ると。つまり、夜の楽しみじゃなくて、朝の楽しみっていうふうにシフトする。刹那的な、癒しとしての、なんか、こう、習慣ではなくて、本当に自分の人生が輝いていく、積み重なっていくような、目標とかやりたいことがあって、で、そこに向かってやっていきたいっていうことの時間を取れるためには、夜じゃなくて朝だなってなった時に、結構ね、深く長く悩んでたワインの話と、この夜の映画とかね、ネットフリックスみたいな、結構長く悩まれてたんですけど、それが朝に楽しみがシフトしたら、夜の楽しみは捨てられるようになったっていう。でもこれってシフトなんですね。でも我々感情としてどっかで楽しみたいも欲しいわけじゃないですか。でも質が違うんですよね。自分のやりたいことのために時間を使えて、そのために時間を有効活用していこうっていうフェーズに入ってるのと、せめてもね、もうなんか上司のなんか、いえね、ムカつく言葉と、もうなんかヘロヘロの毎日を癒すための YouTube と Netflix。別に悪くないですよ。それはそれでバランスと取ったらいいんですけど、でも、だとクオリティオブライフ下がるなっていうんだったら、やっぱそっち側のやりたいことを見つけるっていうのはすごく大きいポイントですよね。はい。じゃあ北村さん、ごめんなさい。暴走して喋りそうなんで。はい。2問目、ちょっと少し読んでもらってもいいですか。これは、早起きのために早起きのために睡眠は関係ありますか。あ、はい、あります。はい、関係あります。なので、ここね、ゆきとさんはね、いらっしゃいますけど、いろいろ試すといいと思うんですね、睡眠の質っていうことで。で、さっきもちょっと出てましたけど、やっぱり、動くと睡眠のクオリティは変わりますよね。睡眠の質そのものが。やっぱ体がうまく疲れてると、睡眠の深さが変わるっていうのは、あると思うんです。あまり激しくやりすぎると、今度眠りにくいとかあるかもしれませんけど、睡眠とね、運動との質っていうのはね、変わりがあると思うんですね。ゆきとさんちょっと聞いてみたいと思うんですけど、どうですか？クライアントさんとか含めて運動するようになって、眠りの質が良くなったとか、ゆきとさんの経験でもいいですか？はい、ありがとうございます。ゆきと塾やってると、やっぱり多くの方が、パソコン使って、頭使って、すごい、頭だけ疲れて、でも寝れないっていう方がいらっしゃるんですけども、でも運動すると体が疲れて、自然と夜眠りの質が深くなったっていう方がすごく多くなってます。おそらく体が疲れてないと体自身が眠りをあまり欲しないのかなっていうふうに思っていて、体が疲れて、自然と眠くなる。で、頭もしっかり回復するっていう方がすごく、多いんではないかなというふうに思ってます。うん。ね、ありがとうございます。で、別にこれ科学的なデータをね、別にうちで集めてるわけじゃないんで、感覚的なね、定性的なことですけど、これは人間のメカニズムに沿ってますよね。我々は、ね、おそらく、こう、縄文時代から、おそらく動いて、狩猟採集とか、体を動かして、で、眠って、日の出とともにね、起きて日の入りとともに寝るみたいな生活をして、何もしてたと思うんですけど、やっぱ現代人の生活っていうことでいくと、やっぱり頭脳集中型の労働にどうしてもやっぱなってる反面ですけど、我々の体のシステムそのものとそんな変わってないと思うんで、やっぱり、試してみる価値があると思うのは、一つは多分、運動で、
それもね、まずは軽めのウォーキングから始めてみるとか、ちょっと得意な方だったら軽いジョギングでもいいのかもしれませんよね。うん。っていうふうな感じで、やってみたら、一ついいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。私で言えば、そうですね、やっぱりミット叩いたりとか、そういうふうな形でのその運動を、やっぱ体疲れさせると、やっぱ同じ時間寝ても睡眠の質が変わるっていう感じは、確かにありますね。だからこれは、睡眠を質を高めるために、運動っていうものを取り入れるっていうふうな関係性で考えるっていうこと。それができるようになると、質が良くなる。あと、さっき、まあちょっとサロンのやつで出てましたけど、夕食を軽くするっていう人がいて、もう夜は軽くしちゃうっていう、で、そうすると眠りが質が良くなるっていうふうなのを言ってましたけど、それね、なんかそれはあるだろうなと思いました。やっぱり夜、結局その胃腸そのものが消化にパワーを使うっていうことをやめられれば、睡眠の質が良くなるっていうのは、あ、これはね、因果関係あるかもなと。でも、それ人それぞれみんな違うと思いますよ。だから大切なことは実験です。実験して、結果、自分はどうなのかっていうことを試してもらいたいと思うんですね。だから、放電充電日記って私読んでるものがあるんですけど、まあ、書く習慣って本なの。これね、書く、瞑想ですね。で、書いてみてほしいんですよね。昨日、夜、夜は、なんか、まあ、夜抜いたと。で、そしたら朝起きた時にどうだったのかって、睡眠どうだったのか。いや、これすごい眠れるねと。ウォーキングした翌日どうだったのか。なんかね、上がったような気がすると。そうやって自分の生活の中から発見していくしかないんですよ。なぜかっていうと、自分にとっていい習慣っていうのは何かっていうのは、もうね、杓子定規にこれってのは僕はないと思ってます。なので自分のリズムに合うものを発見していくこと自体が習慣化の力だと思うんで、うん、それはいいんじゃないですかね。運動と多分食事っていうのは多分あるような気がするんですけど、ゆきとさんどうですか？食事、夜あんま食べ過ぎない方が、うん、眠りの質が良くなる、あるのかな？どうなんだろう？はい、そうですね。お腹いっぱいになっちゃうと、やっぱり眠り、胃腸のが休まらない、寝てる時に胃腸が休まらないっていうのはすごくあるので、で、胃腸が休まらないと、やっぱり体自身が ずっとどっかしらが動いてる。まあ、寝てるから体は休んでるんですよ。内臓が動いてるっていうと、結局休まない状態になってしまうので、うん、質が、落ちるっていうのは聞いたことがあります。なるほど、なるほど。ね。だから、ファスティングとかやってるとね、すごい集中力とかがね、パワーがみなぎってる、きたっていう人がいますけど、結局その内臓にパワーが使われない分だけエネルギーがね、いくっていう風なことも、よく言われますよね。はい。北山さん、ちょっと読んでもらっていいですか？はい。現在7時起きです。例えば、5時起きの習慣を身につけたいとしたら、6時起きの習慣を身につけてから5時起きを。目指すやり方は効果的でしょうか？なるほど。そうですね。なんか、イエスでもあり、ノーでもあるかなと思うのは、僕は性格タイプ別4、習慣術っていう本を書いたんですけど、ありタイプとか、キリギリスタイプとかっていうふうに呼んでるものがあって、で、ありタイプっていうのはやらなきゃいけないことかした方ができるんで、だから例えば朝ミーティングがあるとか、朝活があるとか、なんかそういうふうなのが、強制力があったりとかすると、起きれちゃうんですね。で、起きれちゃうと何が起きるかっていうと結局早寝になるんですよね。だから起きたら睡眠不足が起きますよね。睡眠不足になると結局夜早く、ね、眠たくなってくると。だから朝をギュッと絞って、早寝に持ってくっていうスタイルの人もいるので、例えばうちの妻なんかはありタイプですけど、結局早起きしちゃった方が早寝するようになるから早起き派なんですね。うん、で、僕なんかキリギリス派だから早寝派なんですよね。うん。結果起きれたら気持ちいいよね、みたいな感じになるんですけど、だからこの人がどのタイプかによって全然違うと思います。で、5時にもし起きるんだったら、起きちゃいと。で、数日睡眠不足が起きたとしても、ここをコミットできるような何か仕組みを作ったりとか、することによって、起きてしまえば、結果的には夜早く眠たくなる。もうぼーっとしてくるから、もうなんかもう早く、もうお風呂上がったらもう寝そう、落ちそうみたいな。そうすると、早寝早起きリズムに入るっていうことは、あり得るかなっていうふうには思います。僕なんか、15分の早起きから始めたらどうですかとか、そう言うんですけど、そういうんだと気合足りないっていう人もいるんで、うん。
一気にガーンと行っちゃうっていう人もいるかもしれませんね。ただ、四条金を五条金にするときにポイントは、寝る時間をちゃんとその睡眠時間を確保するっていうことそのものを大切にすることはすごく重要ですよね。うん、で、寝る時間を2時間早くできるかって言われたときに、これが難しいんじゃないかなと。起きる時間を早くすることは可能なんだと思うんですけど、寝る時間を2時間ぐらい早くするためには相当パワーかかると思うんで、そこが論点じゃないかなとは思いましたね。うん。ただ、一気にやりすぎない方が、やりやすいっていう場合もあるし、景気づけに5時起きて、回せたな、時間余裕あるよねと。さっきも言ったように理由です。頭と心と腹がこれだなと。俺が求めてた、私が求めてたのはこの生活だと。今日は睡眠不足だけど、この余裕、この時間、これが毎日回せたら絶対いいと。ただこの寝不足はしんどいから、やっぱり五条期の魅力が行くためには夜早く寝ようっていう理由に火がつくんだったら、やってみる価値はあると思うんですね。うん。ただシフトするのにはちょっとだけね、体が慣れるのには時間がかかると思う、うん、ということでしょうかね。あとやっぱ環境づくりはでかいと思いますよね。だから自分との約束は結構ね、人は破るんですけど、人との約束だったら破らないっていう、この法則にどううまく結びつけられるかっていうのは一個大きいかなとは思います。はい、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、では次のご質問いきたいと思います。早起きプラス別の習慣を同時に身につけるのは良くないと伺いましたが、ただ早起きをするだけだと時間を持て余している感がしてモチベーションが下がりがちになってしまいます。何か良い方法はありますでしょうか。はい、そうですね。まあ、ここからクイックに行きたいと思うんですけど、いや結論、私が、続ける習慣の中でやらない方がいいって、言ったことの、ポイントっていうのは、習慣化は1個に絞った方がいいですよと。あれもこれもやろうとすると、大体全部うまくいかなくなるっていうことですね。ただし大前提は、例えば5時に起きます。ね。夜に TOEIC のテストの勉強をします。で、そして、そうだな、食事は、なんか、何時から取りますみたいな、全然違う別種のルールを、あれもこれも決めて同時にやろうすると大体うまくいかないということですね。だからセットだったらいいですよね。例えばその朝起きて瞑想っていうことだったら、そのルーティーンとしてくっつけやすいんで。だからその流れでできること。だから時間が感覚があって昼これやる、夜これやるみたいなのをやらない方がいいのと、自然な流れでできないことはやめた方がいいと思います。朝早起きもきついけど、運動も苦手ですと。早起きも苦手だし、運動も苦手って、この二つをですね、セットにしたら、早起きはできたのに、運動したくないからまた寝るみたいな、このパターンが最悪なんですね。だから、早起きプラスアルファ、気持ちよくできることだったらくっつけていいと思うんです。だから、朝のルーティーンということで、じゃあ瞑想をやって、好きな本を読んで過ごすみたいなことをやって、セットにできるんだったら、感情的には抵抗ないですよね。むしろそれを楽しみにできるから早起きしたいっていう風になるわけ。だからやりたいことにすると。ノルマを2つ増やさない方がいいっていうことですね。うん、それは言えると思います。はい。じゃあ次行きましょう。はい。ありがとうございます。確かにね、ノルマになっちゃうとちょっとしんどさも出てきますもんね。うん、はい。ありがとうございます。はい。次のご質問です。朝、布団の中で目が覚めても、その日やることや昨日の出来事を考えて気分が落ち込んでしまい、現実逃避をしてそのまま布団の中でゴロゴロしているうちに、二度寝して起きなければいけない時間に仕方なく布団から出るとなってしまいます。前向きに気分を切り替えて次の行動に取り組むにはどうしたらいいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、これは短期的なものと中期的なものとありますけど、結論から言うとですね、やっぱ思考習慣を変えるっていうことはすごく重要だと思います。で、やっぱりですね、こう、ものの考え方とか捉え方っていうのは、人生の幸福度の 40% を握ってるって言われますけど、これ変えるだけで現実の職場とか人間が変わらなくても幸福度上がるんですね。ただし、思考習慣を変えるにはやっぱ半年ぐらいかかるんです。で、うちの習慣化のマスター講座とかね、そういうふうなところでは、こういうのをこう半年、がっつりとやったりしますけれども、ものの捉え方とか考え方も習慣なんですね。だからその習慣を変えないと、なかなかそこの、布団の中で現実逃避してしまうっていうふうなことから抜けられないということはあります。逆に言うと、毎日日記を書いて、その、ね、その思考習慣チャレンジしてた人っていうのは、もうね、
ひどい時だと遅刻寸前まで布団の中にいて、もう絶対やばいっていう時になって出て、行ってましたと。もうその毎日が疲れて疲れて、もう本当心がもうボロボロの状況だったと。だけど、なんとかしてね、変えたい。でも、逃避したい現実が何なのか、逃避したい感情が何なのかっていうことと、向き合って、それを生み出す思考が何なのか、また何が傷ついてるからそう思うのかっていう、自分のセルフイメージが傷ついてるとすると、自分のそのセルフイメージそのものをこう高めていくとか、そういうふうな実は結構思考の深いところに入っていくことが重要で、一時が万事こういう表面的に出てくるものではなくて、もっと深い部分のメカニズムを変えるといいと思います。ただし短期的に何ができるかというと、僕の書く瞑想っていう本の中に、放電充電日記を書いてセルフトーク書くっていうのがあるんで、言語化して吐き出しちゃえば、一回ちょっとスッキリするんじゃないかなっていうふうには思います。短期的には、書くっていうことがいい、ポイントだと思いますね。あれこれ考えてると散らかってるんで、頭の中一回ちょっとリセットする。ただ、それが根源的にね、ずっと湧いてくると、例えば、風呂場に小林がいっぱい出てくると、それも排水口から出てるんだったら、こう排水口を直さないと出てこないと。まあ別にね、排水口っていうとネガティブに聞こえるかもしれませんけど、みんなあるんです。僕もあります。だから、その思考習慣と扱うってことはすごくね、根本的な解決策になるんで、それもいいと。ただ、書くっていうこと、書く瞑想のやり方っていうのは一つ参考になると思いますね。はい。はい、ありがとうございます。続いてのご質問です。なかなか集中力が続かず、気がついたら一日が終わるという毎日です。なんとなく一日に満足していないせいか、寝る前になってあれもこれもと仕事に手を出してしまい、睡眠時間を確保した上で早起きをするために、早く寝るにはどうすればいいでしょうか？ねえ、これすごい難しいですね。もうループですよね。だ習慣ですよね。だから集中力が続かない、だからダラダラしてしまう、時間が長くかかってしまう、夜もなんか手つけないといけない、で寝るのが遅くなる、朝起きたらぼーっとしてる、またテンション低い、このシステムがずっとほっとくと1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と、どんどん気分が下がってって、気持ちが下がってって、もうクオリティオブライフはどん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 下がって、自分でももうコントロールできない状況になっていくと。うん、僕もあります。だから、別に変なことじゃなくて、これはもう自然にほっとくとそういうふうになるということを前提に、でも自分の下りエスカレーターじゃなくて、上りエスカレーターに入っていくための、方法を知っておくといいということはあります。で、これはね、こう、ちょっと、まあそれぞれだと思うんですけど、僕だったら、代謝時間をコントロールしちゃいますね、先に。やっぱり、この、代謝時間をコントロールして、夜の時間を充実させる、で、いうふうにした方が、結果的には、なんだかんだリズムが良くなるので、やっぱり終わる時間をダラダラしないってことですね。朝ぼーっと始めてもいいんですけど、終わる時間をなるべくコミットして、終えていく。で、その中でどうやって終えていくか。もう終わらなかったらもう翌朝回すっていうふうにして、スパッて、切るっていうこと。まあ、すごく重要なポイントだとは思いますかね。うん。そうすると、自分の夜の自由な時間とか、睡眠っていう風な方向に行きやすい。僕だったらそれをセンターピンに結構します。ただ、それ全部繋がってるんで、睡眠が取れるようになると集中力ができるようになる。そうすると、よりメリハリがつけられるようになるっていうことになっていくっていうことですよね。まあ、睡眠の質からね、上げていくのもあるかもしれない。はい。じゃあ次行きましょう。はい、ありがとうございます。続いてのご質問です。二度寝してしまうので、二度寝せずにすぐ起きられるようにするにはどうしたらいいのか教えてもらいたいですということです。はい、ありがとうございます。これはね、私、あんまり二度寝ということそのものがもう人生の中ではもうなくなったというか、そもそもがもうね、考えないので、ずいぶん通り過ぎてしまったんですけど、うん、まあ、一つは、睡眠が足りてなければですよ。それは、根本的には睡眠を取るっていうことをやらないと、二度寝という自分にとって、頭にとっては都合がいいけど、体にとって都合が悪いから寝かせようとするメカニズムということをやってるんだったら、例えば5時間しか寝てなくて、7時間必要なのに5時間しか寝てなかったら、体はどう考えても寝かせようとするわけですよね。だけど頭では理想は、この何時に起きたいかなって。この葛藤の、勝利者はどっちになるかっていうと絶対体なんですね。なぜかというとこっちの本能は生存のためには何としてでも寝かせようとするわけだから。だからこのリズムに逆らわないようにするっていうことが
非常に重要なんで。だからまず最初に睡眠は足りてますかっていうこと、もしくは睡眠の質がよくできるかどうかっていうことに、フォーカスしてみたらどうかなっていうふうには思います。ですから二度寝の前に睡眠の質にフォーカスを当てて、その論点を解いてみたらどうかなと思います。自分にとって充足できる睡眠の質、それは長さもそうだし深さもそうなんで、それがまず取れるかどうかっていうことですよね。うん。で、やると二度寝はそれは言っても起きようと思った時間に起きなきゃいけない、でも起きられないってことのポイントはあるんでしんどいけど、今みたいなストレスのデカさじゃなくなる可能性はありますよね。体が睡眠を絶対的に欲してる強烈な度合いじゃなくなれば、うん、ということで論点をですね、二度寝から睡眠の質を高める、ね、睡眠時間変えなくてもいいですよ。さっき北さん言ったように、じゃあちょっと運動取り入れてみようかとか、じゃあちょっとね、夜の食事はじゃあ半分にしてみようかとか、いろいろ試してみて睡眠の質を高めてみるということですね。そこに論点を持っていった方が二度寝ストレスは随分と減るんじゃないかなっていうふうには思います。ただ、人によってはですね、うちのコミュニティにはアプリを使ってね、なんかね、アプリの中には、この、携帯の目覚ましがね、止まらないとアプリがあって、で、家からGPS があって、100メーターぐらい走って外に出ないと止まらないアプリがあると。目覚みだったかな、なんか。あとね、起きて止めないと課金されてお金が損すると。そういうのを入れてですね、朝から思いっきり外に出て、奥にやって。で、出ちゃえば、もうね、起きれるという二度寝防止アプリとかね。ただ、それもですよ。それも根本的なね、睡眠が良くなかったらできないんで。うん。まあ、それはね、あくまでテクニック。うん。っていうことではありますけどね。はい。ありがとうございます。睡眠の質に、まずはね、注目ですね。論点を、そこにした方がいいんじゃないかな。はい。はい。ありがとうございます。早起き、大人の自分はコントロールできるようになってきたと思いますが、中学に入った娘が生活に追われ、早寝ができません。週3日習い事で22時帰りになると24時頃に倒れるように寝て、19時半に帰れる時もいつの間にか同じ時間に寝て寝不足です。週末はダンスの YouTube 動画や録画ドラマを見てしまい、早寝できずにいます。早起きは学校に行くのにギリギリでやってますが、早寝になってほしいという、なってほしい子供にはどう声かけをしたら良いでしょうか、というご質問です。難しいですね。まあこれはだから自分のことコントロールするのも大変なんで、他人コントロールするのも余計に大変と、動機づけも大変ということなんですよね。まあそうですね。でもこの週3の習い事の22時帰りっていうのが、一つやっぱここに結構習慣のリズムを持ってかれちゃうと思うんで、なかなかそれ以外の時間を、それ以外のリズムに戻そうと思っても非常に難しいんじゃないかなっては思いますよね。なので習い事のリズムがその遅くならないように、できるような、もしやり方があるなら、それをいじったらすごく変わるんじゃないかなとは思いますね。意図してやろうと思っても、私だって22時帰りになる、24時にそれは倒れるようになって寝るし、うん、それ以外の日はいや、もっと早く理論上寝れるでしょってなっても寝たくないし寝れないですよね。うん、だから構造的にこの習い事の帰りが変えられるか、もし変えられないんだったら別に早起きしなきゃいけないのが絶対いいって言ったわけじゃないんで、生活のリズムってあるわけじゃないですか。だから、それだったら、そのお父さんかお母さんかちょっとわかりませんけど、いや、早起きていいぞって自分がやってその良さをオーラとして出すっていうのがいいんじゃないですかね。やっぱり、いや、お父さんお母さんなんかすごい朝早く起きれて気持ち良さそうだなというふうにお手本になってみるっていうのはいいんじゃないかな。ただやっぱ構造的にこのリズムだったらちょっと難しいと思いました。はい。もっと根本的に習い事をもっと早くできるとか、なんかできたらね、いいなっていうふうにはすごく思いましたけどね。はい。確かに大人でもね、22時帰りになるとなかなかね、早起きって難しくなってきますもんね。はい、はい、ありがとうございます。はい、次です。早起きのために早寝しようと思いつつ、つい動画サービスを見たりオンラインサーフィンをしてしまいます。夜の自由時間の楽しみを振り切るためにはどのようなことができるでしょうか。はい、じゃあこれで最後の質問にしたいと思うんですけど、僕はスイッチングっていうふうに呼んでいて、別のものに切り替えるっていうのは一ついいと思うんですね。例えば、うん、そうだな、私が、このネットサーフィンとかそういうふうなのを、まあ見たくなるときはあるんで、別に見るときは見るんですけど、手元に
この小説を置いてます。谷崎潤一郎、姿勢とかね、こう秘密とか置いてますけど、要は僕は本好きなんですよね。で、本を読めた時っていうのは充足感のあるし、本を長く読んでしまったっていう日ってないですよね。なんか読んだら読んだでいいですよね。YouTube は見てしまったはあるけど、本って自主的に選んで読むから読むじゃないですか。問題はこの自主的に選んだか選んでないかっていうことが結構ポイントなんですね。だから楽しみは楽しみでいいんで、自分で選んだ楽しみなのか、なんとなくついついやってしまってズブズブにはまってしまった、なんか楽しみというか刹那的なね、快楽だったのかっていう違いがあると。でもそれって入り口の違いなんで、こっちを選ぶか、YouTube 選ぶか。でもそれって手元にここに置いとくかどうかとか、によって全然違うんですね。だから、自然とね、アクセシビリティがいいのは、もうその、携帯とかネットじゃないですか。だけど、そこに本とか、本棚を買って目の前に置いて、で開きやすいような状態にして、で僕なんかこう、谷崎潤一郎、特に読むの大変なんで、オーディブルでね、音声聞きながら、この言葉を読みながら見てますけど、これやってるとね、自然と眠たくなるし、谷崎潤一郎を夜中読みすぎてしまったとは思わないですよ。絶対に思わない。なんかね、ああ、でも小説って深いなとか、いろんなこと思いながら、朝起きた時もね、ああ、なんかああいう時間を過ごせてよかったなって感じあります。だけど僕だとこのアクセシビリティを近くに置いとかなければ、YouTube 行っちゃいますよ。全然行く。だから、何に代替手段を持っていくかっていうことは考えたらいいんじゃないですかね。うん、映画だったらいいっていう人もいるだろうし。うん、で、それは僕は本っていうことになってますけど、そういうことですかね。はい。はい。はい。まあ、ありがとうございます。はい。はい、まあ、あくまで私からのその一アングルなんで、ご自身で工夫して見つけるってことがすごく重要です。で、いろんな人からヒントもらう。で、刺さるたった一個でいいんですよ。一個あるだけで、理由もそうですし、技術もそうなんですけど、これだっていうのがあったら、びっくりするぐらい変わる。で、変わると、QOL がガンと変わるんで、やっぱり早く寝て起きれるっていうリズムが手に入るっていうのは、もうびっくりするぐらい再現性のある幸福度が高まる方法ですから、それぜひお勧めしたいというふうに思います。はい。はい、ありがとうございます。たくさんのね、ご質問いただいて、ちょっと時間に限りがある関係で、いくつか答えられないものもありましたけれども、お答えの時間を終了させていただきます。最後に古川さんからメッセージがありましたら、お願いいたします。ですね、はい。私は習慣化そのもの、まあ、ここは読者の方が多いので、読んでいただいている方はわかると思うんですけど、人生を良くしていくっていうことのために手段として習慣化があるという位置づけにいます。なので、自分の人生を良くしていくためにはどうすればいいかっていうことですね。それを考えていったときに、ぜひ一日単位の生活の質を高めるっていうことのためには、一日単位の、生活を良くしていく。で、特に朝のやりたいこととか楽しいことができたっていう感覚を味わうには、朝活いいと思います。で、朝活は、朝、ズーム繋いでから自由時間なんですよ、あとは。うん。だから、繋ぐだけ。そこからは本読む人もいれば、片付ける人もいたりとか、なんか外走ってる人もいるし、みんなそれぞれなんですね。だから、なんかガチガチに、なんか儀式がベルベルに決まってるっていうよりは、好きなことやるということです。それ一個。で、あともう一つは、さっきも言ったように、僕はですね、生活の質そのものが、やりたいこととか嫌なこととかに、もうすべての人生がそもそも嫌なことにまみれてるときに生活だけ良くしようと思っても、僕は無理だと思うんで、人生そのもの、生活、仕事を変えてみたいとか、自分がどう生きたいのかっていうことを見つめたいっていう人は、自分の本質とか、深い部分にある感情の部分ですね。自分とは何か、自分の人生って何なんだろうって、どうしたいんだろうって。僕だったら以前のサラリーマン生活から今みたいな感じで12年前独立しましたけど、ビフォーアフターは全然違います。僕にとっては。まあ、そもそももちろん寝る、起きるとかっていうこと以前の問題として、感情の満足度が全く違う。それぞれみんな望む人生は違うと思うんですけど、どうしたいのかっていうこと、それを考えるタイミングに来てるならば、深く向き合ってみるには、それもね、すごくいいと思います。そういうのは、うちのマスター講座とかでやってたりとかするんで、まあ、それぞれのタイミングで何か、我々がソリューションとかね、解決策になるんだったら、選んでいただければと思いますが、まあ、いずれにしても、人生のクオリティを良くしていきましょう、ということで、締めたいと思います。朝霞さんがされる方は、ね、朝、ね、いいリズムにしてみてください。はい、では以上です。
はい、ありがとうございました。今回はメルマガ読者さん限定ということで、実は毎日ね、配信しているメルマガ、どちらかというと、こちらから一方通行のご案内になってしまっているんですが、古川の発案で、ぜひメルマガ読者さんとコミュニケーションを取りたいということで、今回の企画が実現いたしました。またですね、別の機会にこういった企画、随時開催できればと思っておりますので、またメルマガでご案内させていただきます。ぜひね、随時チェックしていただいて、お気軽に参加できるようにしていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは以上をもちまして、公開 Q&A、コンサルから学ぶ早起きの習慣を終了させていただきます。皆様のご協力と学び合いに心より感謝いたします。最後までご参加いただきましてありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そうですね、良い一日を。はい、ありがとうございます。笑顔でありがとうございます。はい、ありがとうございます。習慣化コンサルティングでは、身につけたい習慣の実践率を高めることができる習慣化オンラインサロン、習慣化の実践・コーチングができるようになる HRP 講座を開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに記載しております。それでは素敵な週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。